信用されてない言葉って何だろうと、いろいろ出すぎて、もうそこにまずびっくりしました。というのを全てこう言語化していく必要があるなと思います。主にテーマは4つです。まず1つは、学生は人事のことを信じてないと。これはどこから持ってきたかと言いますと、イベントですね、就活イベントだとかをさせていただいてまして、そこで学生さんの本音というのを聞き出しました。それがすごくですね、知っていた方がいいなというような内容でしたので、それを今回、共有させていただきます。で、また、非常にダイレクトリクルーティングというのが今、ホットといいますか、流行っている中で、スカウトメールというのはかなりポイントだと思います。で、今回、そのスカウトメールのポイントをやられている方、やられてない方、いろいろあるかと思うんですが、やられてない方は、ぜひスカウトメールおすすめです。というのと、あとは学生の方とこう LINE だとかメールだとか、何かしらでこう文章のやり取りをすると思うんですが、その文章のやり取りのポイントとしても活用ができますので、そういった視点でもご視聴いただければなと思います。ということで、ではまず早速、学生は人事のことを信じてないという、私からこのような質問を学生に対して投げかけさせてもらいました。人事の言葉で信用できないことって何と、本日ご視聴いただいている皆さんにもぜひ想像してみてほしいんですけども、人事の方が投げかけていて信用されてない言葉って何だろうと、僕も何なのかなと思っていたのですが、いろいろ出すぎて もうそこにまずびっくりしました。なので早速その内容を公開させていただきます。こちらです。アットホームな職場です。ですとか、女性が活躍できる。離職率が書いてあるスライドを2秒で流す会社。言葉というよりは行動みたいなところですかね。あとは、ある会社の志望動機の8割が社長に尊敬して入ってきたって書かれてましたと。ですとか、スカウト系のナビサイトでプロフィールを読んで連絡させていただきました。絶対プロフィール読んでないですよねと学生は思ってるかもしれないと。あとは、社員が全員ビジョンに共感してるのはありえないかと。社員を大事にしているので人材と呼んでます。アットホームな雰囲気です。アットホームな職場ですは、同調圧力や休日のバーベキュー強制参加が多いと記事で読みました。もう最近いろんな情報が飛び交っているので、本当に記事だとか情報だとかにも結構影響されているというのはあるみたいです。あとは風通しがいい会社です。1年目から活躍できる。実は私たちも1年目から活躍できるなんかちょっと言ってしまってたんですよね。ゲッと思いました。まだまだあります、実は。で、今年度の売上見込みが前年に比べて妙に高くて信頼できないですとか、何でもできます、新規事業できます、活躍できるの具体的な話を言われないから信用できない、1年目からビッグプロジェクトを任される、育休復帰率が高いです、もう伺わしいことが多いですと、なんでそういうこと知ってるんですかというような感じですけども、あとはこれからの展望について質問したときに曖昧に答えるところ、福利厚生とか自分の安定よりもマインドが大切だな、的な話、他の企業を経験したことのない新卒2年目の人事の方が他の企業と比べても仲いいよって言われたこと、などなど、もうすごくたくさん出てきました。どうですか、皆さん。もしかしたらこう言ってしまっている言葉もあるのではないかなと思います。実はかなりこれが、こう、信用されてない言葉として、で、50、60人の学生さんが集まったんですけども、すごいいろんな言葉が出てきました。で、思いましたのが、特に、こう、風通しがいい会社ですですとか、女性が活躍できる。1年目から活躍できる。新規事業できます。幹部候補生です。という言葉言ってしまってませんかと。私も実際に1年目から活躍できますと言ってました。もう言っている言葉すごく多いんじゃないかなと思います。で、いろんな言葉を見て、もう本当に結論として思いましたのが、活躍できるのは具体的な話を言われないですとか、曖昧に答えるですとか、もうそういったところをすごく嫌うんだなと、まあ、当たり前なのかもしれないですけども、具体的でない、曖昧だと。そういったところが、やっぱり学生さんからすると、本当かなと。
この私たちのこの社会人業界といいますか、ベンチャー業界だとか大手の界隈だとか、そのある業界ではすごい有名な会社さんでも、特に B2B だと学生さんにはどうしても触れられてないので、すごい疑心暗鬼なところがあるんじゃないかなと思います。そういったところがもしかしたらこう具体的な話を言ってくれないと信用できないですよね、ということにつながっているのかなと。で、人事の方のプレゼンテーションの落とし穴でこうありますのが、人事を務められてらっしゃると思いますので、そうなると多くの人事の方はやっぱり自分たちの会社に仲間を入れたいというわけですから、少なからずこう自社に愛社精神があるというか、自分たちの会社が好きっていう思いはあると思うんですよ。ただその好きな思いが強すぎれば強すぎるほどなのか、こう曖昧な言葉になりつつあるんじゃないかなと思います。例えばこの左、イラストですね。イラストの写真はうちの代表のイラストなのですが、例えばうちの代表が、うちの会社は本当にいい会社ですと、風通しが良くてアットホームだよと学生さんに言ったときに、本当かなと、どんなところがっていうふうになってしまうと。だからこそ、ぜひこうやっていただきたいのはですね、自社の何が良いのか、どのように活躍できるのか、アットホームとは具体的にはどんな感じなのかと。で、従業員はどのようなところに共感していて、何に働きがいを感じていて、会社が学生さんですとか求職者の方に提供できることを求めることというのは何なのかというのを全てこう言語化していく必要があるなと思います。でもすでに言語化されてるよという方ももちろんいらっしゃると思うんですけども、これはこう一度洗い出して言語化して2ヶ月3ヶ月時間が経っているとまた言語化できてないっていう事象がなぜか起こってしまうんですよ。なので本当に定期的に自分の今の面接の言葉だとかは全部言語化できていたかなと、曖昧になってないかと、ちゃんと相手にイメージできる言葉になっていたかというようなことはもう本当に分析していく必要があるなと思います。で、いろんな今まで21卒の方々とこう触れ合いを持たせていただきましたけども、活躍できるか、やっぱり自信がないと、不安というのは、まあ、どの世代にもあるのかもしれないですけども、結構大きいなと思います。で、ベンチャー中小企業に対しては、さらに不安だと。名前を聞いたことがある、ない会社さんが多いので、あとは雰囲気だとか、抽象的な言葉だけでは信頼性を得られないというのがあります。で、今、多くの会社さんがオンライン、このウェブ面接という、この選考の仕方というか、をやっている中で、雰囲気だとか、抽象的な言葉というのはより伝わりづらくなっているというのがあります。なので、だからこそどんどん言語化していって、もしくは時には動画ですとか、こう目に見える形で、実際の社員さんが触れ合っている風景なんかを見せていくのも一ついいのかなと。いうところです。あと、いいところだけしか言わない会社さんは信用できないっていうのはいろんな学生さんと話してあります。私たちの会社でもこうざっくばらんにこういろんなことを面接だとか面談だとか説明会だとかでもお話をするんですが、いいところも悪いところも言ってくれる会社さんには共感を持てるっていうのはすごく学生さんの声として多いです。ただ私もいろんな人事の方とこうお話をさせていただく中で、やっぱそこまでこう言えないんですよねっていうようなネックなんです、言えないんですよねっていうような声はすごくお聞きします。でも実はそこは勇気を出して言っていただくのが非常におすすめです。後ほどここその具体的にどうやってじゃあいいところだけじゃなくて悪いところを学生にこう訴求していくのか、納得した上で入社してもらうのかっていうのもお話しさせていただきます。で、まずですね、この先ほどのこのプレゼンテーションの落とし穴だとか、この学生さんがこう曖昧なところを嫌うというところに対して、どのようなこう対策ができるかなんですけども、いきなり悪いところを言うと、やっぱりそこからこう選考に応募してくれる率っていうのがすごく下がるんですよね。すごい効果を感じてます。こうぶっちゃけ会、何をやるのかと言いますと、こちらはもう一つですね、テンプレ感をなくす。